ちょっとね、問い合わせが多いので、今日の破産の方ですね、まあ、ガーシーの方はちょっと置いといて、まあ、ガーシーの方ももちろん OK で よかったんですけども、破産開始決定について、ちょっと問い合わせが多いんで解説していきますと、まあ、これはもう今日の3時の時点で、大津彩香は当のお金を一切使えなくなったと。で、大津彩香から関西2の弁護士さんの方に当の代表権が実質移ったと、こういうことになります。で、まあ、加算関財人の弁護士さんがこれからですね、党の財産を入ってくる財産と出ていく財産、いわゆるプラスとマイナスを整理していくっていうことになります。で、それが7月ぐらいまでに整理をするということになります。でですね、まあ、普通の会社は破産するとそのまま倒産というか解散するんですが、国政政党の場合は、一旦破産をしても、もう一度、まあ、いわゆる借金チャラにできない、免責できないので、潰れません。で、代表権裁判の方が3月21日、来週21日に、大津か斉藤くんかっていうのが判断が出るんですが、これもし大津になった場合は、そのまま大津が破産政党の代表者としてやってもらうと。で、斉藤くんになった場合には、これはおそらく向こうは2審3審と戦ってくるので、まだ年内、今年中ぐらいは、代表権が返ってこないということになります。ということでですね、まあ、大津側も今日の破産決定でもう旨味が完全になくなっています。いわゆるお金使えないと。で、この後もですね、一旦破産した後も、そのまま、債権を、まあ、債務を抱えた、その、団体の代表者をしてもですね、もちろんこれ選挙も出れないんですよね、このまま行くと。ということで、大津側に旨味がないので、弁護士たちも全部逃げていくと思います。まあ、大津の事務所もそんなの必要ないというところで、解約しろということになると思います。この車もちなみに当の車なんですが、当の車3台については、私の方で、まあ私個人になるのか、私の別の会社なのか、当の関係者の方で、関西人と話し合って買い取る方向で動きます。で、明日、今関西人の方と村岡弁護士が朝から話し合うということになってますけども、まあ、これでですね、一応大津には相当な圧力がかかってます。もうお金使えないということは、これまでのような弁護士をですね、使ったりっていうお金も出せないということになりますし、これまで使ってきたお金を場合によっては返せと、大津個人が返せということにもなってくるでしょうし、いずれにしても大津にとってはもうちょっと絶望的な、代表権を取り上げられたわけですから、で、我々としたら次のいつ起こるかわからない衆議院選挙に出たいっていうのもあるので、まあ大津側と、まあ唯一ここちょっとね、皆さん反対が多いのはわかりますけども、和解をするっていうこと、まあ大津側にこれ以上ですね、もう刑事も民事も今裁判うち起こしてるんですけども、まあ刑事を起こしてるというか訴えてるんですが、あるいは訴えようとしてるんですが、まあそういったことをしないから、代表権を直ちに戻せというような交渉がもし向こうに窓口があるんだったらしていこうと思います。っていうのはやっぱり衆議院選挙も我々国政政党で戦いたいっていうのがありまして、こちらは代表権いくらその破産の政党であってもですね、新たな資金の注入ができたりとか当選できる候補者を呼んでこれますのでこちらにとったらやっぱりメリットがすごくあるんですね。で、大津側はもちろん新しい資金が入ってきたりとか、選挙に当選できる人を擁立できないので、持ってても意味がないと。まあ、そういう意味では、もし交渉の窓口があるんだったらね、このまま大津が代表を辞めて、そのまま斉藤君が代表者となって、破産関財人とちょっと交渉しながらですね、新しいそのお金を注入することによって、破産を、まあ、早く、早期に終わらせて、7月とか8月とかに終わらせてですね、今年末に予定されている衆議院に備えたいなと考えています。ということで、まあ、とにかく、党にとっては、我々にとってはプラスしかなくてですね、大津がこれ以上お金使えない。プラス大津がこれまで使ってきたお金がですね、大津個人に、大津個人やその関係者に金返せということが言える可能性がいっぱい出てきたと。で、債権者の皆様もですね、とりあえずまあ 20% から 30% しか一旦お金は借りませんが、その後ですね、国政政党は何度も言いますが潰れませんので、来年以降大津が辞めてくれれば、
斉藤君、浜田君が党に戻って政党助成金を受け取ることができますし、来年の参議院もですね 2% 以上取る自信が私にはありますので。